皆さん、こんにちは。今日はクラウドに VPN クライアントを設置します。クライアントは先頭 OS ストリームにインストールします。それでは早速進めていきましょう。ネットワークを設定するので万が一接続できなくなった時のため、GCP Google クラウドでネットワークインターフェースを2つにして作成します。通常はクライアントは2つ作成する必要はありません。それには、 VPC ネットワークでサブネットを作成しておく必要があります。自宅のセグメントと同じ IP アドレス範囲で作成しました。これは後から変更することもできます。何か作成しておかないと仮想マシンの作成の時、ネットワークインターフェースを2つにできません。 トラブルがあっても、後から変更できるので思い当たるプライベート IP アドレスを設定します。リモートによる作業なので予備のインターフェースを作成します。失敗すると復旧に時間がかかるのでこうすることにしました。 インスタンス作成時にネットワークインターフェースのところで作成したサブネットを選択できるので、これに決めます。さらに、二つ目のネットワークインターフェースも追加しておきます。これはデフォルトのものを選択しておきました。外部 IP アドレスは最初のインターフェースには付与して、デフォルトの方には付与せず作成しました。ネットワークに支障が出たとき デフォルトに外部 IP アドレスを付与して SSH 接続をしようと考えています。間違えて設定して通信が普通になった時にこれで切り抜けました。 次に事前準備をします。SE Linux を無効にしておきます。また、仮想マシンを作成した直後のネットワークの状態も確認しておきます。デバイスの S1 ですが、 最初はコネクションのところがワイヤード、コネクション2とか優先接続2という名前だったので S1 に変更してあります。動画に示すコマンド入力で変更しておきました。ネットワークマネージャーの関連ファイルがあるディレクトリにどんなファイルがあるかも確認しておきます。i f u o k s 1というファイルが最初から存在しており中身を見ると Google Cloud のコンピュートエンジンによる記述であることが確認できました。 外部 IP アドレスが付与してある S0 のファイルはありませんでした。それではソフトエサー VPN クライアントをインストールしていきましょう。まずはソフトエサーダウンロードセンターでダウンロードするファイルの URL を確認しておきます。 ここからは SSH 接続をして設定をしていきますダウンロードしたファイルを展開します ダウンロード後にファイルを展開すると部分クリーントと,というディレクトリが作成されているのでそこに移動してメイクコマンドを入力します部分クリーントと,というディレクトリごと推奨先に移動して適切なパーミッションの設定をします推奨ディレクトリは公式マニュアルにも記載してあります 移動先のディレクトリに行きます。ルート権限でなければ読み書きすることができないようにパーミッションを変更して保護します。VPN クライアントをサービス管理するので、該当ディレクトリにユニットファイルと呼ばれるものを作成します。 何のことか意味不明でも、とりあえずコキペします。この内容を保存します。サービスの起動をして、OS 起動時の設定も行います。状態を確認して不具合がないか調べます。クライアントのインストールおよび設定が終わったので、これを使用して設定していきます。 なお、Google Cloud の VPC ネットワークで IP アドレスを変更しておきました。自宅と同じセグメントだったので変更しました。VPNCMD プログラムを起動すると設定したい項目を選択するように問われます。クライアントをインストールして設定したいので2を選択します。接続先のホスト名または IP アドレスはそのまま Enter キーを押せばローカルホストに接続します。 ヘルプと入力するとコマンド一覧が表示されます。これでどれを入力するかはおおよそ検討がつきます。日本語で表示されていますが、OS 自体を日本語設定をして読みやすくしました。色踊り字調べると最初は仮想ネットワークデバイスの作成をするようにとのことでした。作成せずに接続するホスト名などの設定に行っても自動で仮想ネットワークデバイスが作成されるようです。 VPN という名前で作成されていましたが、学習が寺自分で作成していきます。仮想ランカードを有効にしないと接続済みになりません。さらに、仮想ランカードを有効にします。これをやらないとネットワークマネージャーのデバイスを表示するコマンドで接続済みとならず、制御できませんでした。試しに、 有効にすることなく接続を試みると接続はできました。ネットワークマネージャーを使用して状態を見ても仮想ランカードの状態が管理なしと出ていても接続はできるようでした。物理ネットワークデバイスが接続をしていると考えられます。その後、仮想ランカードが動作して正常な挙動になると思います。新しい接続設定もします。 ホスト名を入力後、そのホストの仮想ハブ名と同じものを入力します。接続する VPN サーバーの仮想ハブ名を入力します。ユーザーは VPN サーバーで作成して存在するものを指定します。ユーザーのパスワードは別途コマンドが必要です。使用する仮想欄カードは先ほど作成したものを指定します。 サーバーに設定したユーザーのパスワードと同じものを入力します。作成した接続設定も確認します。これで接続設定は完了したので、一度 VPN クライアントの画面から出ます。接続する前に一度 IP アドレスなどを確認しておきます。 イネット6はあるがイネットがありません。また仮想ランカードの名前は OS 自体で確認すると VPN アンダーラインブニックとなっており、VPN アンダーラインがクライアントで作成した仮想ランカード名の前に吹いて表示されています。IPv4 のアドレスがないが VPN サーバーに接続してみます。 VTN サーバーは自宅の Windows にインストールしてあります。今度は接続されたサーバーでクライアントの状態を確認します。 接続はできましたが、ピングが通りません。この状態は不完全なので、再設定します。先ほどと同様にしてクライアントの設定画面に入り VPN を切断します。VPN を切断します。ソーヘザー VPN クライアントが作成した仮想ネットワークデバイスのスクリプトファイルは、動画に示すディレクトリにはありませんでした。 これに関しては L8 のネットワーク関連の記事が公式にありました。IP アドレスがないので、ふんまりツールを介して、IP アドレスやゲートウェイを付与します。これを可能にするには、先に述べたように VPN クライアントで仮想欄カードを有効にしておく必要があります。後から調べましたが、ゲートウェイはなくても正常に動作しました。 指定する IP アドレスは接続する VPN サーバーと同じセグメントとします。また、この VPN サーバーがあるネットワークでは、ルーターが DHCP サーバーの役割をしていて、ルーターが割り振る範囲外の IP アドレスを指定します。IP アドレスとゲートウェイを設定した後それを反映するコマンドも必要のようです。 経路の状態も見ると自動的に適切な値が追加されているようです。記述の通り、ネットワークマネージャーのコマンドを入力してもファイルは作成されないようです。設定が完了したので、先ほどと同様にして VPN 接続をします。 VPN サーバーでも何が変わったのか確認します。今度は仮想マシンのネットワークインターフェースと仮想ランカードの IP アドレスが2つ表示されました。ここまでで再設定が完了したので、接続して Ping が通るか確認すると今度はうまくいきました。クライアントに設置した Web サーバーにブラウザでアクセスしてみます。 その際、仮想ニックの IP アドレスを入力します。こちらも正常に動作しました。VPN サーバーがあるネットワーク内にある別の PC からでも正常に動作しました。OS 再起動後の状態を確認します。OS を再起動して IP アドレスなどを調べると設定した内容が消えていました。仮想ンカードの状態も管理なしとなっていますが、 仮想欄カードへ接続をするコマンド入力をするだけで再起動前の設定が復活しました。その後、VPN クライアントで接続をします。このコマンド入力で設定内容が元に戻るようです。 クリプトファイルを使用したい人は別途ツールをインストールします。ファイルを編集したり確認する目的で便利でしたが、システムに非推奨であるとのことです。本日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。